やら奴が思い出したようだぞ。見ろ、虹だ。虹が出たぞ。悪魔の虹、ヘビーウェザーだ。ウェザー、どうした？ジョリーンはどっちだ？虹だ。重なるように床までびっしりになって増えていく。こいつら次から次へと子供を産んでんだよ。あの槍みたいなものをお互い差し合うとそれぞれが子供を大量に産むんだ。おぞましいっつうか。能力。人間は気象の異常を予想することはできない。結果データから巡り巡った気象の原因を、絶対に近くにいる。空城ジョリーンを見捨てて逃げるわけがないからな。このヌトヌトした手触りはよ。エメス、あいつの狙いはエンポリオだ。体の動きもカタツムリみたいにノラク。エンポリオン、へし折れた街灯のパイプ内へ体を。体がグニャグニャになっているというのなら何？ごめんなさいエンポリオン、あんたを利用させてもらった。まったく進まねえ。この汚え面見せやがって。待った、俺の周りにだけなんだ。誰だ貴様は。お前は一体何なんだ。このカタツムリが私の手を這い上ってくるようなら弟を始末しに行かなくては。お前の天候を操る能力はよく把握している。とりあえずカタツムリに触れることに何の恐れもない。なんでだ、カタツムリには触ってねえのに。そして強い思い込みは肉体さえ変化させる。